ボージェの戦いは1421年にフランス西部のボージェで起こったフランス王国、スコットランド王国連合軍とイングランド王国軍の戦いである。100年戦争中にイングランド軍が喫した主な敗戦の一つでイングランド王ヘンリー5世の弟クラレンス公トマス・オブランカスターが戦死した。この報復のため遠征軍を率いてフランスに乗り込んだヘンリー5世も 翌年薬病にかかって病死し、百年戦争の転機の一つとなった。1415年、イングランドをヘンリー5世は1万の兵を率いて、フランスに上陸し、2ヶ月後にアジャンクールの戦いで、フランス軍を大敗させた。イングランドと同盟を結ぶブルゴーニュ派はこれに乗じて、パリを掌握し、1417年に再上陸したイングランド軍は、 北部の都市ルーアンを陥落させ、ノルマンディもイングランドの手に落ちた。国王に忠誠を誓うアルマニャック派と親鋭のブルゴーニュ派は内戦状態に突入していた。絶望的な戦況の中で、フランスの王大使シャルルは1419年、スコットランド王国に助けを求めた。1295年からフランスと同盟を結んでいたスコットランドは、 バカンハクジョン・スチュアート率いる援軍を送り込み、スコットランド軍は、王大使軍の中核となって、シモロワール渓谷地方の防衛に当たった。ヘンリー五世は1421年に本国に帰還する際に、自身の推定相続人である弟のクラレンスコー、トマス・オブランカスターを、フランス中流軍の司令官として残した。クラレンスコーは、兄の指示に従い、四千の兵を率いて、 アンジューやメーヌ周辺で気候を行ったが、ほとんど抵抗に合わず、ボージェ近郊で野営した。この時、バカンハクト、フランス元帥ジルベールモティエドラ・ファイエットに率いられた約5000のフランススコットランド軍もまた、イングランド軍の進撃を防ぐために、ボージェ付近まで到達していた。略奪のために周辺を砂取っていたイングランド旧兵の一部隊が、スコットランド騎士を捕らえ、 クラレンス港の前に引き据えた。クラレンス港は先端を開こうと流行ったが、翌日は、キリスト教の重要な祭日の一つである復活祭の日曜日だったため、両軍の指揮官は復活祭の間の休戦に合意した。バカン・ハク・ジョン・スチュアート、ボージェでスコットランド軍の指揮を取った。クラレンス港は、フランス・スコットランド軍の戦力を過小評価していた。 奇襲で一気に蹴りをつけようとし、陣立てを整えるべきだと主張する副官の意見愚心を退りけると、3月22日に手元の総甲兵士1500のみを率いて敵陣へ突撃した。略奪のために分散していた旧兵をまとめて速やかに後に続くように、ソールズベリー博に命じてはいたが、自身が率いる部隊には旧兵の援護はないままだった。両軍の間には橋があり、 これを渡ろうとするイングランド兵と押し返そうとするスコットランド兵の間で先端が開かれた。約100人のスコットランド級兵は馬艦クが全軍を橋に差し向けるまで粘り強く反撃しイングランド総攻兵士の攻撃を持ちこたえた。クラレンス港が率いるイングランド兵は敵級兵の反撃で打ち減らされようやく橋を渡ったところで連合軍の主力とぶつかった。 乱戦の中で槍を受けて落馬した、クラレンスコは敵兵に撃ち取られた。敵将を殺したのが、スコットランド兵か、フランス兵かは、諸説ある。チリジリになっていた旧兵を集めることに成功した、ソールズベリー博は、午後になって戦場に到着し、敗残兵を救出するとともに、クラレンスコーらの死体を収容した。イングランド貴族のエクセター公とサマセット博の、 兄弟は捕虜になった。フランススコットランド軍に大きな被害はなかった。一方のイングランド軍は、フランス中流軍司令官かつ、イングランド王位の継承者たるクラレンス公が殺害され、多くの貴族を失ったが、ソールズベリー博が巧妙に退却戦を指揮したため、壊滅することなしに撤退した。ヘンリー・五世は、前年に結婚したオヒ・キャサリン・オブ・バロアの退官式を終え、 イングランド北部を旅行中にボージェの廃砲と弟の死を聞くと4000から5000の兵を率いてフランスに戻った。1421年6月10日に英仏海峡に面するカレーに上陸するとパリに向かう前にシャルル王大,大使側の町の攻略に取り掛かった。パリの東にある京湖に要塞化された王大,大使側の都市モーの工場戦は7ヶ月に及び、 1422年5月にようやく陥落させたが続く軍事行動の最中の8月にヘンリー五世は病死した。死因はセキリと言われている。ヘンリー五世死去を受け、摂政のベッドフォード公が引き続き指揮をとって100年戦争は継続し、イングランド軍は大陸で戦勝を重ねた。ボージェのイングランド軍の敗戦の要因はクラレンス公が 旧兵の援護なしに突撃してしまったことだったが、1424年8月のベルヌ・イーユの戦いでは、イングランド旧兵が効果的に働き、シャルル王大使のフランス軍を壊滅させた。スコットランド王ジェームズ一世は同年帰国して、王座に着いたが、フランスへの援軍についてはもはや消極的になっていた。ありがとうございます。